オーラブ一世、またはオーラブトリグバソンはノルウェー王である。オーラブはバイケンの王トリグバオーラブソンの息子であり、ノルウェー初代王ハーラル一世、美髪王の彦である。オーラブはバイキングをキリスト教家する重要な役割を担った。995年にノルウェーで最初の教会を建て、997年にはトロンハイムの町を建設したと言われている。 オーラブの誕生日については不確かなところがある。歴史書、ヘームスクリングラによれば、オーラブは父親の殺害の直後に生まれたとされている。他の資料では964年から969年の間となっているが、これではハーラル一世の子孫であることに疑いが生じ、王位への正当性をも損なうことになる。ヘームスクリングラの著者スヌリストゥルルソンによれば、 オーラブ・トリグバソンの佐賀の中で、オーラブは、ランス・フィオルゲンの小島で生まれたことになっている。そこは、エイリーク・ビオダスカーレの娘で、オーラブの母であるアストリットが、エイリーク・ケツ・オノオの息子で、トリグバ・オーラブソンの殺害者であるハーラル・ハイオーの手から逃れて隠れていたところである。ハイオとその兄弟は、ノルウェー王法前王から王位を奪っていたが、友人関係の影響力があるだけだったので、 少年をノルウェーに連れ帰って、廃王の母、グンヒルドに養育を委ねる許しを得ようとした。スウェーデン王が彼らに人を貸して、少年を奪う手伝いをしようとしたが、虚しく終わった。短時間の小競り合いの後、アストリッドは、幼児を連れて、再び逃げ出した。逃亡先は、アストリッドのニーシグルエイリークソンが、ウラジーミル一世に仕えているガルダリ家であった。オーラブは3歳であり、 二人は、ノブゴロド行きの商船で旅した。しかしこの旅に妨害が入った。バルト海でエストニアの海賊に捕まり、戦場の人は殺されるか奴隷にされた。オーラブは、クラーコンという名前の男の所有となった。他にもオーラブの育てのシン・ソロルフとその息子、ソルギルスがいた。クラーコンは、ソロルフが奴隷にするには年を取り過ぎていると考え、殺してしまい。 残る二人の少年をクラークという名前の男に黒ビールと上等の羊一頭の代償として売ってしまった。オーラブは続いてレアスと呼ばれる男に仕立ての良いマントの代わりに売られた。六年後、シグル・エイリークソンはウラジーミル一世のために税金を集める目的でエストニアに旅し、そこで土地のものとは思えない、際立ってハンサムな少年に目を留めた。 シグルが少年に家族のことを尋ねると少年は自分がオーラブでありトリグバ・オーラブソンとアストリット・エイリークス・ドッティルの息子だと伝えたシグルはすぐにレアスのところに行きオーラブとソルギルスを買い戻し二人をノブ・ゴロドに連れて行ってウラジーミル一世の保護のもとに置いたトリグバソンの佐賀によればある日のブ・ゴロドの市場でオーラブはクラーコンに出会った 自分たちを奴隷にし、育ての親を殺した男である。オーラブは、斧の一撃でクラーコンの頭を割り殺してしまった。オーラブが、保護者である、アロギア王妃のもとに逃げると、群衆が彼の悪事に対して殺してしまおうと追いかけて、きた。アロギア王妃が、オーラブのために賠償金を払ったので、群衆は静まった。オーラブが成長すると、ウラジーミル一世は彼を、軍隊の指揮官とした。 しかし、数年後に、王は、オーラブが、兵士たちに人気があることを気にしだした。ウラジーミル一世は、自分の知性が危なくなることを恐れ、オーラブを友達扱いすることを止めた。オーラブは、よそで運を試した方が良いと思い、バルト海に向けて旅立った。ノブゴロドを出たオーラブは、居住地や港を襲撃し、成功を続けた。年に嵐にあって、 ベンドランドの港に寄った時、ブリスラフの娘ゲイラと出会った。ゲイラは、オーラブが上陸したベンドランドの一部を統治しており、オーラブたちに、冬の間はそこに泊まるよう求めた。オーラブは承知し、ゲイラとの交際が始まり、間もなく結婚した。オーラブは、ゲイラが統治している間は、税の支払いを拒んでいた領主たちに、支払いの要求を始めた。これが成功すると、 オーラブは再び、スコーネやコトランド島への襲撃を始めた。神聖ローマ帝国皇帝の夫三世が、サクソン、フランク、フリースラント、及びウェンズの兵を急行し、異教徒のデー園に戦いを挑んだ。オーラブは、義父がベンドランドの王だったので、夫三世の軍に加わった。夫軍は、 シュレースビヒの近くの大防壁デーエンビル家でデンマーク国王ハーラル一世とデンマークを名手とするノルウェーの支配者ハーコン・ヤールの軍と会した。オットー軍はデンマークの要塞を容易に打ち破ることができなかったので戦術を変えて大艦隊を率いてユトランド半島に上陸した。オーラブはそこで大会戦に勝利を収めハーラルとハーコン及び彼らの軍隊に キリスト教への改宗を強制した。オットー軍は母国に帰還した。ハーラルは新しい信仰を変えなかったが、ハーコンは母国に帰るや、古い神に対する礼拝を始めた。オーラブがベンドランドで3年間を過ごした後、ゲーラが病気で死んだ。オーラブは彼女の死を痛み悲しみにくれたが、もはやベンドランドには泊まっておれないと感じ、984年に、 略奪の旅に出た。オーラブはフリーズラントからヘブリディーズ諸島を襲撃し、4年後にシリー諸島の一つに上陸した。そこでオーラブはある預言者のことを聞いた。その預言者を試してみたくて、部下の一人を使ってオーラブのふりをさせた。しかし預言者は騙されなかった。そこでオーラブはその忍者のところへ会いに行き、その忍者が真の預言者であることを確信した。 その予言者が次のように告げた。この会談の後で、オーラブは一軍の反逆者に襲われ、予言者が告げた通りのことが起こった。オーラブはインジャによって洗礼を受けた。この回収の後、オーラブはイングランドで略奪を止めた。新しい信仰のために人々を傷つけることを望まなかったからである。988年、オーラブはダブリン王、オラフクアランの姉妹。 ギダが集会を開催するとのことだったので、イングランドに向かった。ギダは未亡人となっており、新しい夫を探していた。多くの男たちがやってきていたが、ギダはオーラブを選び出した。その理由は、他の男たちがその一番良い服に身を包んでいたのに対し、オーラブはやつれた服を着ていたからである。二人は結婚することになった。しかしある男が、 アルフバインの名前でことを唱え、オーラブとその部下に果たし合いを挑んできた。オーラブとその部下は、アルフバインの仲間と戦いあらゆる戦いで勝利したが、決してその命を奪わず縛っておいた。アルフバインはその国を諦めると告げ、二度と戻らなかった。ギダとオーラブは結婚し、一年の半分をイングランドで残りをアイルランドで過ごした。九十五年にアイルランド王は、 ノルウェーの血を引いているという噂がノルウェーで広まった。これを耳に挟んだ、ハーコン・ヤールはソーラークラッカに商人のふりをさせてアイルランドに派遣し、アイルランド王がトリグバ・オーラブソンの息子かどうかを見極めさせることにした。ハーコンはもし噂の通りであれば、ノルウェーに連れてきて、ハーコンの支配下に置きたいとソーラーに告げた。ソーラーは オーラブと知り合いになると、ノルウェーの現状について話した。オーラブ王は、男のボール場を縛り、引き潮の岩礁につけた。これは死を待つ、長い苦悶であった。オーラブはこの機会を捉えて、ノルウェーに向けて船でした。オーラブが到着するとすでに多くの者がハーコンヤールに対する反乱を始めており、ハーコンは、奴隷の一人の軽くと共に豚小屋に掘った穴に隠れていた。 オーラブが反逆者たちに会うと、彼らはオーラブを王として受け入れ、共にハーコンを探し始めた。ハーコンとカルクが隠れている農場にもやってきたが、彼らを見つけることはできなかった。オーラブは豚小屋のすぐ外で集会を開き、ハーコンを殺した者には賞金を使わすことを約束した。隠れていた二人はこの話を聞き、ハーコンは、 軽くが賞金欲しさに裏切ってしまうのではないかと恐れ始めた。しかしハーコンは豚小屋を離れられず眠らずにいることもできなかったので、ハーコンが眠ってしまった時に軽くがナイフを取り出して、ハーコンの首を切ってしまった。次の日軽くはオーラブに会いに出てきて、ハーコンの首を差し出した。しかし、オーラブは軽くに賞金を与えず、軽くの首を切ってしまった。オーラブは、 ノルウェー王に着くと、ノルウェーの地方で、ヤールの支配に入っておらず、デンマーク王に従っていたところへ旅した。そこの民は、オーラブの配下になることを誓った。オーラブは彼らすべてが洗礼を受けることを要求し、彼らのほとんどが渋々ながら応じた。洗礼を受けなかった者は拷問された上に殺された。997年、オーラブはトロンハイムの議会に出席し、 ハーコンヤールに対する反逆者たちと初めて集会を開いた。トロンハイムは二度川が屈曲して流れて、フィヨルドに注ぎ陸地は半島となって背の低い防壁でも敵の攻撃から守りやすい土地であった。スボルドの海戦で攻撃されるオーラ部の船、長打、オーラ部の野望はスカンディナビアをキリスト教で統合された土地とすることだったので、 スウェーデン王妃であったシグリーズに結婚を申し入れたが、シグリーズの確固とした異教崇拝のために交渉は決裂した。オーラブは、シグリーズを敵とする代わりに、ためらうことなく、デンマーク王スベン一世との闘争に入った。スベン一世の妹タヤは、兄王の権威を守るために、異教徒の夫ブリスラフから逃れオーラブと結婚したが、この結婚がデンマークとの対立の原因であった。 オーラブのベンドランド出身の日、ゲーラとアイルランド出身の日、ギダはどちらもオーラブに、富と運をもたらしたが、タイヤはそうではなかった。オーラブは1000年にブリスラフから、タイヤの土地を取り戻そうと遠征したが、スウェーデン、デンマーク、ベンドランドの連合艦隊とさらにハーコンヤールの息子、エイリーク・ハーコナルソンの船に、流言島の近くのスボルド島沖で待ち伏せされた。 スボルドの海戦と呼ばれる、この戦いは、ノルウェー軍の全滅に終わった。オーラブは最後まで、北欧最強と言われた、機関、長打号の上で戦い、最後は海に身を投じてそのまま見えなくなった。スノーリストルルソンのヘームスクリングラサガ、ありがとうございます。